スヌーピーミュージアムに来ました。レッツゴー。入館チケット2枚ください。はい、かしこまりました。こちらが本日のメモリアルチケットでございます。今日のお日付の各年代のアメリカの新聞に実際に掲載されていたピーナッツの4コマでございます。実は限定でございますので、どうぞお気に入りお待ちください。すごい、見てください。これすごい、遠くから見たらなんか一つの絵になって見えるけど、近く来たら全部違う、全部違うらしい。めっちゃ可愛い。すごい。黒い絵で描かれてる。黒い絵とか白い絵とか全部違うやって。すごいな。なんか一緒のありそうな気がする。でもないよね。見てこっちも。あ、スヌーピーの家。小屋だよね。小屋。家。家。寝てます。スヌーピーが寝てます。すごい。超かわいい。なんか庭もあって。かわいい。ここは写真が撮れるそうです。なんか SNS とか上げたらめっちゃ良さそう。リコも後から撮ります。じゃあ次に行ってみます。ではグッズを見て回りたいと思います。リコ、アイシングクッキー、めっちゃ可愛い。これ食べれへんよな、可愛くて。スヌーピーめっちゃ可愛い。でもなんか友達とかあげたら絶対喜ぶよな、うん、でもリカもらっても絶対食べへんよな、うん、残しとく。可愛い。これトミーか、うん、スヌーピーが車に、可愛い部屋に飾りたい、うん、飾りたい、集めてな、可愛い、そう、可愛い。人気なんかな、なあ、お一人様3点まで。これは人気商品かな。かわいい、かわいい、めっちゃかわいいな。あ、すごい、見て、すごい、ピアス、ネックレスもある。すごいな。いや、これはもらったら嬉しいな。なあ、めっちゃかわいい。スヌーピーがおる。かわいい。こんなのさ、他のお店じゃ買えへんよな、絶対。かわいい。かわいい、超かわいい。Tシャツとかもある。これは、今着ている Tシャツが売ってます。ここに売っております。いろいろ種類もある。めっちゃかわいいな。靴下とかもある。靴下もあるよ。あ、文房具とかも、うん、ある。いい、こんなんさ、使ったらテンション上がるよな。持っとるだけでテンション上がる、うん、めっちゃ可愛い。ステッカーや。なんかいろいろ種類もあるし、ブックカバーやって、すごい、へえ、もう全部可愛い。可愛い。あ、これは何？365デイズストラップ。おお。あ、誕生日とか、自分の誕生日とか。違うイラストやって、特別な日を選んでねって書いてある。じゃあ誕生日は6月2日なので、うん、これ、あ、これ全部違う。じゃあここの絵は全部一緒やる、うん、ここにある絵が多分全部違う。ここ見てください。365日全部違うの。すごい、みんなも来た時は、うん、自分の誕生日とか特別な日を選んで、うん、あ、これは、これは今つけているやつです。スマホポシェットです。ここにスマホが入ります。そう、
めちゃくちゃ可愛い。めっちゃモフモフ。そう。つけとるとテンションが上がるね。はい。で、このカチューシャもですね、うん、ここや。ここに。カチューシャとチョーカーが一緒になってるな。可愛い。もうスヌーピーになりきれるで。うん、スヌーピーになった気分やもんね、うん、時間も。こう並べられてるだけで可愛いもん、ね、うん、見るだけでもな、可愛い。これは何？見て、iPhone ケース。お、すごい。てかちょうど今欲しいからさ。そうなん？うん。バッグとか。バッグも可愛い。レジバッグとか。ああ。トートバッグもある。可愛いな。学校にも使えそう。いける。可愛い。可愛い。見てください。超可愛い。めっちゃ可愛いです。これもお一人様3点まで。これは人気商品でございます。人気商品なんだな。めっちゃ可愛いもんだって、うん、なんかそこ可愛いな、もう本当に。見てここペロってしてる。あー可愛いよ。可愛い、めっちゃ可愛い。でもな、さっきからな、うん、ずっと気になっとってんけどな、うん、めっちゃ可愛くないこれ。超大きい。てかめっちゃ欲しい、これ。これ欲しいです。これ欲しいです。めっちゃ欲しいな。誰かください、買ってください。誰かこれ超可愛い。リカもリコもこれがいいです。2つ欲しいです。1つじゃダメです。お腹が空いたのでカフェブランケットに来ました。じゃあ早速中に入っていきます。はい、早速メニューがあるので見ていきたいと思います。はい、どれにする？あ、いっぱいある。超かわいいよ、ほら。なんかスヌーピーがメニューのところにもいたりして、めっちゃかわいい。これパッションフルーツのスプリングミルクセーキは春の期間限定だそうです。季節によって変わるらしいので、今日はこのパッションフルーツのスプリングミルクセーキを頼んでみたいと思います。失礼します。お待たせいたしました。パッションフルーツのスプリングミルクセーキでございます。失礼いたします。こちらのお菓子をご利用ください。ありがとうございます。来ました。めっちゃ可愛いです。お花が乗ってるんですけど、色が違います。え、ほら、水色と白。ほんとや。このクッキーも、クッキーも可愛い。見てください。撮った、うん、これはスヌーピーの描かれてる。めっちゃ可愛い。超可愛い。リカとリコが好きなイチゴも乗ってます。じゃあ早速食べてみたいと思います。どっから食べようか迷う。なんか可愛いから残しときたい。うん。え、リコは飲むわ。じゃあ飲むの？え、じゃあじゃあ食べよう。いただきます。いただきます。うん、めっちゃ美味しい。飲んでみ。うん。めっちゃ美味しいね。食べて、これ。どれ？お花。え、これ食べれるの？うん、食べれるの。うん。なんかピーチの味がします。なんか可愛いから残しておきたいです。持ち帰りたい。うん、うん、おいしい。みんなもぜひここに来た時は、季節で変わるので皆さんも頼んでみてください。めっちゃ美味しいです。めっちゃ可愛い。見て、可愛い。これ何やっけ？これはウッドストック。ウッドストック。そう。めっちゃ可愛い。なんかこれを持って写真も撮れるそうです。じゃあリカどれにしよう。これ可愛いかな。めっちゃ可愛いな。うん。じゃあリコは、じゃあウッドストックを持ちたいと思います。
第3回展覧会ピーナッツギャングオールスターズが4月22日から9月24日までしているそうです。なんかスヌーピーの友達とか気になるね。うん、またこれも見に来たい、うん、この展覧会も来たいです。楽しかったな。めっちゃ楽しかった。また来た、うん、また来る、うん、はい、お得な前売りチケットの情報も YouTube の説明欄に貼っておいたので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。それではバイバーイ。バイバーイ。